ニュー。イカモリチャンネルオープン。じゃーん、今回はこれを使ってクラムチャウダーつゆそば作ります。それでは材料たち紹介します。じゃーん、ミックスベジタブル、アサリの、水にアサリ缶ね、豆乳で、まあ、万能ネギ、まあもうこれ出来上がっちゃってんで、でまあこれに俺要するに今材料紹介してみんなもあビビッときたと思うんだけど、豆乳でもうちょっとつゆ増やします、はい、でミックスベジタブル、アサリちゃんたちも加えての、ちょっとそっちはそばつゆ寄りに作って、これをドッキングしてつゆを完成させようかなというプランでございます。さあ万能ネギをカットします。さあこれまたいつものようにガッと水にさらします。それでは調理開始。さあここにオリーブオイル、おお火がやばいっす。これをじっくり、ちょっと冷凍されてるんでね、割とまあしっかり火を入れてください。よし、ちょっとここら辺で、弱火にして、じゃあさらに池盛りプラス鉄分、これもこれね、本当にねどっさり入ってるの、アサリ、これをもうそのままどさ、でここに軽く塩コショウ、でここにチューブのニンニクです、はい、これです。これをまあまた 3.5 ぐらい、ニンニクをうまみに変えてますけどね。ここに豆乳を305g、もうこの時点でもううまいやつだもん、これ白だし、これも1人前ね、大さじ1でいいと思います。うん、よし、麺もいっちゃおうか。じゃあ爽やかさだしな、これを使います。これかけが4分半なんで、まあ4分茹でて、はい、今回はつゆではなくてお湯に麺も温めて、熱かけだな、要するにな、そういうやつ、はい、じゃあ爽やかさだしな、4分、あ、はい、先にね、ワン、ツー、スリー、フォー、よし、4分、お、やばいやばいやばい、これ穴入った即座に出して、4分スタート。さあここでいきますよ、ラーメン、ここにこれをね足していきます。皆さん一生懸命作ったあのここに残っちゃうからね、はい、これゴムベラでこういうのをやってあげるといいです。どうさ、うわいい匂い、めっちゃいい匂いだよ、ラーメンこれ。ただこれをね豆乳でアドすることによって、このお店の感じが出ます、絶対に。はい、 OK、 とさまあ、まあ、辛くして1人前分温めます。さ、まあ約30秒ぐらい。さあ麺が温まりましたんで、はい、一気に盛り付けちゃいますよ。どうぞ。はい。ここに盛り付けます。うん。
ス、まあ3ぐらいでいいかな。うん、はい、これをこうね、上から、うわ色鮮やか、見てください、これ食欲そそります。ブラックペッパー振っての、はい、最後に万能ネギ、クラムチャウダーつゆそば完成。いただきます。これを混ぜ混ぜからの、めっちゃいい香りです。はい、いただきます。じんわりくるわ、スマイルだ、スマイル、じんわりくる、うん、美味しい。うん、めっちゃ好き、うまい、うまい。なんだろう、オリーブオイルとニンニクがね、ちょっとイタリア感を、うん、もうあの主役がさ、多分相当いい味付けなんですよ。うん、いや、うまい。アサリとそのミックスベジタブルをブーストしたけど、なんか本当もう元々こうだったみたいなさ、違和感ない感じになっちゃう。うん、うまっ。うん、ニュー、ごちそうさまでした。いや、なんかあの3時のおやつっていう感じ。それもあるね。まあ基本的にほらクラムチャウダーって全部飲むもんじゃん、はい、だからそれも考慮して、あんまりはつゆも多いとさ、あとしょっぱすぎると、はい、最後麺はいいんだけど、なんかそのバランスがちょっと難しかった。ホッとする味です。あ、そう、それもあるね、はい、あ、それだ、はい、なんか俺そう三時のやつって言ったの、なんかなんかね、こう田舎、いや本来は何、クラムチャウダーって都会、都会っちゃあれだけど、まあ、田舎ではあんまり食べない。俺だって田舎にいた時少なくとも食べたことなかったもん。まあ、だから子供の頃ね、はい、なのになんかこうほっとするとか、そういうことなんだ、はい、クラムチャウダーそばもぜひ試してみてください。池森チャンネルのグッドボタンとチャンネル登録、皆さんよろしくお願いします。ではまた次の動画で、閉店。